いや、中国経済ガチカウントダウンの時間またやってきてしまいました。ネタが豊富すぎてね、消化できないんですよ。すいません。今日もですね、すごいニュースが。これ、ウォールストリートジャーナルの記事なんですけど、なんかね、興味深いタイトルだったんで、ぜひ皆さんご紹介したいなと。中国の失業者が図書館に通うわけというですね、失業してなんで図書館に行ってんのみたいな話なんですけど、これね、サブタイトルついてまして、失職したことを家族に内緒にしている人の多くは、将来を考えるための場所を必要としているということで、なんか日本もね、バブル崩壊なんてありましたよね。実はリストラされてさ、もう会社ね、クビになってるのにさ、行くとこないので、なんか一応こう、背広着て出勤してね、公園でパン食べてるみたいな、なんかそういうおじさん昔いましたよね。あれチャイナでもまあ今なんか怒ってて、若い人が実はこれやっちゃってるんですよ。若い人が図書館行ってそんな勉強してるということなんですね。一応ね、これね、現地からのレポートがあるので、ちょっとお読みしたいんですけど、一部ね。はい。36歳のチンランさんは、平日いつも早い時間から北京の公立図書館を訪れると。間仕切りのあるお気に入りの席に座って、今後の人生をどう過ごすか考えていると。彼女はですね、プライベートエクイティの投資会社ね、結構いいとこに勤めてたらしいんですけど、もう職を失って2年になるらしいんです。で、フリーランスの仕事をいくつかこなしながらね、なんとか生活してるんですけど、履歴書ね、100通送ったらしいんですよ。100通ですよ。100通を送ってですね、面接できたのが2回だけと。もちろん2回しか面接してなかったら、落ちちゃうということで、まあ悲惨ですね。で、彼女はですね、ソーシャルメディアを眺めたりとか、大学院入試の勉強をしたりして日々を過ごすと。大学院に入れば当面職探しをしなくて済むと、まあ期待しているということで、自分と同い年かですね、年下の人たちもですね、実は結構来てるということに気がつき始めて、で全員が失業中だとですね、暗黙の了解があるそうです。定年まであと20数年ある。また働ける時は来るのだろうかということで、悲惨ですよね。若年失業率がね、40% 超えてると。まあ、下手すと 50% 言ってると。公式統計今公開停止になってますけれども、本当に悲惨な状況というのがね、現場からのレポートでもわかるのかなということですね。ウォールストリートジャーナルもですね、若年失業率が過去最高を記録するなど、一世代で最悪レベルの経済問題に直面というふうに言っております。他にもですね、いろんな方が図書館に出入りしていてですね、例えばですね、広州のですね、エコーワンさんという方ね、35歳の方ですけど、親戚の間では彼女はまだ中国の電子商取引の大手、アリババグループのリスク管理部門で働いてることになってると。一応そういう設定になってるそうです。でも実際にはですね、10月に新たなチームへの移動を求められたが、自分に合わないと感じて退職していたと。予想以上に厳しい雇用環境に直面したワンさんは、今、アリババが2023年に事業を6分割する前に、社内でもっとチャンスがないか探せばよかったと。社内でだから要は移動を申し出ればよかったということで、悔やんでいると。で彼女はですね、公衆図書館で読書をしたり、肘掛け椅子で昼寝をしたりして、安らぎを得ているそうです。リアル寝そべりですね。で、それ以外の時はですね、数学の修士号とリスク管理の長年の経験をアピールした履歴書を作成送付している。ただ反応は今一つということで、まあさっきのね、まあ、最初に紹介したとほとんど同じですね。中国経済の好況の波になって乗っていた頃は、自身のキャリアははるかに順調だったと。今のところそれを再現するのは難しいということで、まあこの方はね、ご結婚されてるそうで、図書館を出てですね、夜9時にですね、まあ家に帰るそうなんですね。まあかつての就業時間に合わせて帰るらしいです。で、夫には失業中と伝えているが、義理の両親には内緒にしていると。もし気づかれたら、家にいて二人目を産むようにうるさく言われるのは嫌だということ。これもまあ寝そべりですね。子供も作りたくない。仕事もしたくない。みたいなね。そんな感じですね。それからもう一方。ハウィー・ファンさんという方ですね。この方もですね、IT 関連のお仕事をされてたそうなんですが、仕事を失った後ですね、キャルダデザインの上海のですね、裏東と書いて何て言うんでしょうね、裏東図書館ですかね、に毎日通って数ヶ月を過ごしたと。数百通の履歴書を作り、オンライン日記で不安を書き留めていたと。その日記には両親に心配をかけないよう、失業をどうやって隠しているかが記されていたと。ファンさんはインタビューで、2008年の日本、オランダ、香港合作映画、東京ソナタというね、この映画があるんですけど、この主人公がですね、所属部署の中国移転に伴って解雇され、公園や、図書館で時間を潰すシーンに触れているということで、日本人は不況の中、公園で丸一日を過ごした。今では自分がそうなっていると。図書館に行くのは自然なことのように感じられるというふうにお話だそうです。まあこれ悲惨ですね。で、ファンさんはですね、まあ4ヶ月かかってやっと仕事見つけたらしいんですよ。ところが、通勤にですね、片道80分まあ1時間半ですね、ほぼほぼね。かかる職場で、非常に厳しいということですよね。図書館の多くはですね、こういう人たちでまあいっぱいだということで、まあチャイナの失業問題、かなり厳しいと。
いうことです。他にもですね、ティエンさんという方ね、これ生徒ですね。三国志で有名なね、生徒ですけれども、ここにですね、ティエンさんという方もやっぱりね、時間を過ごしていると。で、大学を2年前に卒業した後、安定した職公務員の職に就きたいと考えていたが、それは 2% しか選ばない超難関試験でですね、数百万人の新卒者と競争することを意味し、自身はすでに一回落ちているということです。公務員試験に再挑戦するということで、まあ、図書館で勉強してるらしいんですが、経験あって公務員目指すっていうのもですね、ついね、十数年前までの日本、もうそれ完全に再現してるなということで、まあ今デフレにもなってますしね。チャイナのまあ本当一般の方ね、本当大変です。ティエンさんはこういうふうに自分に言い聞かせてるということです。誰もがシステムの中で働いたら、誰がペットを癒したり、喫茶店で幸せを運んだりするのだろうか。それでも公務員になるのは諦めようかと思うたびに引き裂けれるような気持ちになると。選択肢を増やすために一生懸命勉強したのに、その意味あったのだろうかということで、バブル崩壊後にね、まあこういったドラマね、よく作られましたけれども、この主人公みたいなね、まあ、心の葛藤に悩んでらっしゃるということでございます。まあ現場からはね、以上なんですけれども、いやこれほんと悲惨ですね。若年失業率が本当に半端ないと。まあ景気を良くするしかないんですけれども、景気を良くするためにはですね、やっぱりこの不良債権問題をね、しっかりと処理しなければいけないんですが、処理する気は全然ないみたいですね。月明け場のですね、小出しの対策に終始すると。で、その中でね、まあ、均衡が破れるに、まあ、均衡が破れるわけですよ。ね。ギリギリのところでこうね、資金繋いだりとかね、資金繰りこう、入り繰りしてるんで。で、その均衡が破れる時にですね、まあ、事件が起こってですね、まあ、またこう、市場が荒れてとね、それが実体経済に波及してっていう、こう、悪循環ですよね。日本の90年代まさにこれだったんですけれども、そのまま再現してるっていうのが今、チャイナです。なんかチャイナがね、日本のバブルを、崩壊を研究してね、徹底的にこれを回避する手段を見つけたとか言っててね、で、その根拠としてですね、まだ不動産が 10% しか調整してない。これは研究の成果だとか言ってるトンチンカンな論評を見かけるんですけど、逆ですよ。まだ 10% しか弾けてないから、まだあるんじゃねえかってことでいろいろ怒ってんだからさ、ねえ、ほんとちょっと経済知らない人、いい加減なこと言うのやめてほしいなと思うんですが、まあ仕事も、まあ、ろくにね、ない状態。さっきのね、最初に現場からのレポートね、ウォールストリートジャーナルの記事をご紹介しましたけれども、皆さんお仕事なくてね、図書館に通って、履歴書100通送っても面接2件しか来ないみたいな今、状態になっていてね。まあ肝心のですね、まあそのもう一個のその経済のね、このまあエンジンであるですね、外需の方も、かなり厳しいと。まあアメリカのまあこのね、いろんな、経済制裁とかね、食らってね、チャイナがまあ貿易相手国としてもまあ地位がどんどんだだ下がりしてるという状態でですね、なかなかこう将来が見通せない。まあこんな中ね、まあそれこそですよ、共産党が強権発動してやればいいんですよ、不良債権処理を。でもできないでしょ、ね。ここがポイントなんですよ。はい。チャイナは何でもお見通しっていう人はね、ここが多分分かってないと思うんですよね。できるんだったらとっくにやってるはず。それができないってことはできない理由があると。で、その理由はですね、私がまあこのチャンネルでね、まあ何度も動画で述べていることです。まあこの経済問題は即政治問題になるというところがですね、まあ国のですね、足かせというかね、弱点なのかなというふうに思いました。はい、ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方はね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね、この共有ボタンを押して拡散をお願いします。最後に私のことを特に応援したいという方ね、Thanks ボタンで応援していただくとともにですね、もしよろしければ私のやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にお越しいただけると大変嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。